優勝おめでとうございます。ありがとうございます。グランプリ優勝した気持ちを教えてください。いや、もう本当にね、嬉しい一言ですね。まあ、もうちょっと具体的にどういった喜びがありますか。まあ、やっぱり自分は今年、グランプリを取るために、1年間練習してきて、まあ、その結果がこういうふうに、自分の頭で考えた結果、取れているので、まあ、それがうまくいったことが、すごい嬉しいですね。まあ、最高の結果を残しましたが、どのような1年でしたか、2017。はい、やっぱり決勝戦での結果というところが全然なくて、まあ、やっぱり自分はやっぱり中途半端なのかなというところも、2017年はあったんですけど、経理さん終わってから、1ヶ月間本当にグランプリのために、どういうふうにしたら取れるのか、まあ、自分はどういうふうにしたら勝てるのかということを考えながらトレーニングをして、まあ、その結果が、こういうふうに取れたのは、まあ、自分の考えた結果が、伝わったと思います。その考えた時間というのはとても大切なものになりました。はい、やっぱり難しいだろうっていうトレーニングっていうのは自分で考えたら難しいことは解けると思ってるので、まあ、難しいことをどんどんやっていこうというふうに1年間やりました。で、まあ、レースなんですけども、S 取りから始まりましたが、その後はどのように考えてたんですか。深谷君との作戦は前から後ろだったんで、まず前取れなかったら後ろかなという話はしてたんですけど、まあ、たまたま中段取れたので、まあ、展開の作戦通りではないんですけど、まあ、中段でもいい感じだったので中段からスタートしました。今実際平原選手が動いてきて深谷選手、まあ、仕掛けていきました。その後ろついてていかがですか。深谷君がジャンから出てすごい落ち着いて流しながら踏んでたので、まあ、これ深谷のペースだなと感じましたね。まあ、ついていてその心強さとかそういうのありました。もうそれは深谷君とね絆があるのでもう信用しかしてないですね。はい、後ろの様子はどうでしたか。浅井さんからもう後ろの様子というかやっぱり真後ろに平原さんがいたので多分どこかで来るだろう、緩んだら来るだろうっていうところは感じてたので、まあ、それで少し早めに前に踏ませてもらったんですけど、で、まあ、4コーナーだったと思うんですけど諸橋さんともちょっと接触もあったと思うんですが、はい、そのあたりはいかがでしたか。中割りは誰か中割りに来るだろうっていう想定をしてて、それが多分平原さんかなっていう、イメージはしてたので、まあ、なんとか直線の踏み込みはいかがでしたか。そうですね、直線立ち上がってからは、もう本当にガムシャラに前歯が出てもいいぐらい、はい、もがきました。優勝どのあたりで実感しました。もう本当にゴールしてからですね、はい、もうすぐファンの声援というか聞こえました。1回目取った時は本当にゴールしてすぐ分かったんですけど、もう今回は誰か後ろから来るっていう恐怖心があったので、まあ、本当にゴールしてちょっとしてから優勝と分かりました。まあ、表彰式では本当の意味での勝利のビッシュがあったと思うんですけど、その味はいかがでしたか。そうですね、すごい美味しくて、はい、まあ、この後も美味しいビールを飲みたいですねで、まあ、来年の話になりますけども、また一番車というユニフォームを着て走ることになりますが、そのあたりはいかがでしょうか。そうですね、一回経験しているので、まあ、それがやっぱり身になると思うし、本当に一番かっこいいユニフォームで一番かっこいいレースをしたいと思ってます。はい、あとは戻ってきた時に熱いものを込み上げてきてましたが、そのあたりのお話を聞かせてください。はい、本当にやっぱり自分未熟なんで、人間の先輩後輩それこそ家族にいっぱい支えてもらって、やっぱりチューブの仲間にも支えてもらってるところがあるので、本当に皆さんの顔を見たら、すごい気持ちが込み上げていて、本当は泣くつもりはなかったんですけど、我慢しきれなかったです。で、まあ、来年どのような1年にしたいか、まあ、改めてなんですけども教えてください。はい、本当に、今年もやったようにやっぱり日々勉強だと思うし、一戦一戦、経理というところで勉強してもっと強くなりたいと思います。はい、どのような走りを見せたいかというのがありました。そうですね、本当に自由自在にどこからでも浅いバックっていうところを、見せたいので、はい、そういうレースをしたいですね。はい、ありがとうございます。